はい、雪村チャンネル、城月雪村です。今回は、滋賀県近江八幡市にある安土城を雪村目線で紹介したいと思います。安土城はね、まあどなたもご存知、織田信長が建てた、それまでにない独創的な絢爛豪華な城としてね、歴史の教科書でも紹介されている有名なお城ですよね。1567年から岐阜城にね、拠点を置いていた信長ですけども、より京都にね、近く、まあ、さらに越後や加賀でのね、一向一揆にも対抗するためにね、中山道沿いの琵琶湖ほとりにある安土山にね、拠点を移しました。武力で天下を統一する意を掲げた天下布武をね、象徴していた安土城は、当時実際に城を観覧しました宣教師ルイス・フロイスなどが残した記録にもしっかり残されています。残念ながら現在の安土城には、天守や櫓などはね、存在しておりませんけども、それでもね、安土に訪れる方が多いわけはですね、信長は標高約200メートルの安土山に、総石垣でね、城郭を作り、日本でね、初めて石垣の上に天守を建てた城でした。そしてその石垣が今でも当時の雰囲気をしっかり残している点なんですよね。天守閣イコール石垣の上にね、天守が建っているって当たり前のようにね、皆さん想像していると思いますけども、この仕組みをね、信長が安土城で初めて実践した、まあ、いわばね、天守閣のパイオニアだったということですよね。さて、その石垣武神を当時引き受けたのが、有名な近江の石膏集団、阿能衆ですね。この石垣技術が認められて、その後全国的に城の石垣施工に携わることになります。この阿能衆が手掛けた有名な城としましては、石川県にあります、まずね、加賀百万石の金沢城ですね。そして安土城より少し北にあります彦根城、兵庫県にある雲海で有名な武田城、まあ、あとね、徳川武神で作られた丹波篠山城などですね、多くの石垣武神に呼ばれました石垣作りのプロ集団なんですよね。そして安土城は今でもね、全国で活躍しているということです。それでは年表から見ていきましょう。1576年、織田信長によって観音寺城の市場のあった安土山に築城を開始します。1579年、地下1階地上6階建ての巨大な天守が完成し、天守に信長が移り住みます。1580年、ポルトガル王国のキリスト教宣教師ルイス・フロイスが安土城に訪れ、信長に拝謁します。1582年、家臣明智光秀による謀反、本能寺の変が起こり、信長は自害。その後、原因不明の出火で天守や本丸は焼失してしまいます。1585年、豊臣秀吉の養子豊臣秀次の八幡山城築城のため、安土城は廃城となります。1918年、安土城保存を目指して安土保証会が設立されます。1992年、セビリア万博博覧会に天守の5階6階部分の復元天守を出展。現在復元天守は安土城天守信長の館に保管展示されています。2009年、1989年から始まりました調査整備20年計画が終わり、今に至ります。続いて縄張りを見ていきましょう。山城独特の山頂部の形状を利用した曲構造が見てわかりますね。まず山頂部に天守台を有する本丸があります。その西側に二の丸があります。そして本丸東側に三の丸を有する邸閣式の山城です。本丸北側を山の絶壁が守りまして、それ以外をね、曲で守る構造ということで邸閣式に位置付けられております。地図を少し引いた Google マップに当てはめてみます。ご覧のように安土山はね、東側に観音寺城があった衣笠山にね、派生した山なのがわかりますね。そして当時の琵琶湖はこのように安土山の北側を囲んでいました。これはもう古城と言っても良いくらいですね。天守へ登場する道は大きく3つありました。南側の大手口からの大手道、そして南西にある土戸橋口からの総賢寺経由の道、そして最後に急斜面を登る絡めて道です。今はね、絡めて道は廃道となっていますので登ることはできません。当時はね、この土戸橋口からの途上が主だったということで、大手道は特別な使いでもあったとされています。では皆さん、攻め手か守り手か、どちらかの目線になってくださいね。安土城にいざ出陣。ここは城南側にある安土城駐車場です。駐車料金はかかりませんでした。そして右手に見えてきた山が安土山ですね。
周囲は田園が広がるのどかな場所ですが、築城された頃は華やかな、ね、城下町が広がっていたのでしょう。すでに、ね、石垣が左右にずらっと並んでいるのが見えますね。数段に分かれて建てられているのも確認できます。ペット入山禁止と書かれた、ね、看板がありますね。お気をつけくださいね。まずはこの左右に積まれた石垣を見ていきましょう。主に打ち込みはぎの石垣になっていますね。まあ、ただしね、おそらくこの石垣は当時のままではないと思われます。安土城廃城後に近隣のね、城を築城する際に、ここの石が転用されたと記録にあるので、近年になって打ち込みはぎでの積み直しを行ったのかなと思われます。石垣の高さも不明とのことで、左右約110メートルある城壁に4つの門を有するね、特別な大手門があったということで、その雰囲気を楽しみましょう。この大手三の門跡からね、進んでみます。するとすぐ先にまたね、石段と石垣が見えてきました。その先は10メーター角程度の長方形の曲輪がありますね。東側北上段曲輪と言われ、大手門から入った来賓をお迎えする空間とのことです。馬屋のようなものがあったのか、番所があったのか、まあいろいろね、想像が膨らみますね。ご覧のように、大手道を挟んで反対側にも同じような作りになっているのがわかると思います。防衛的なね、曲輪構造というよりも、宮殿のようなね、門構えだったのだと思われます。それでは、北上段曲輪から大手道へ出ます。撮影は11月下旬に行っております。まあ、紅葉が綺麗ですね。このもみじも見事です。この先に料金所があるんですけども、その前にね、この看板がありました。安土城内にはトイレがないとのことですね。入場前に必ず済ませておきましょう。安土城の入場料は、大人が700円、子供が200円です。料金所を超えると、ご覧のようにね、大手道が石階段で上に伸びているのがわかると思います。両側にも石段が積まれていて壮大ですね。左右6メーターほどありますかね。それがね、約ね200メートルぐらいずーっとまっすぐ伸びているんですね。防衛面ではね、あまり有利な作りではないですけどもね。まあでも壮大さをアピールするという意味では、この石階段及び両サイドの石垣というのはね、見事ですよね。少し登ると左に何やらね、曲輪跡のようなね、石垣で仕切られた空間が見えてきました。ここが羽柴秀吉邸跡と伝わる場所ですね。入り口には矢倉門を有して、上下2段に分かれたね、大きな屋敷があったとのことです。前方の石垣の上まで屋敷が建っていたということですね。城内に屋敷を持つことを許された家臣はね、少ないでしょうから、まあ、ここはね、秀吉邸だとすればね、当時の秀吉がね、いかに信長に重用されていたのかがわかりますね。そして、羽柴秀吉邸跡の東側、大手道挟んだ先に今度は前田利家邸跡があります。こちらもね、石垣でしっかり作られた空間が広がっています。同じくね、大きな屋敷があったんだと思われます。それでは引き続き登っていきましょう。ご覧のようにね、200メートルほどある大手道の直線階段、そして両側の石垣、徹底して作っていますよね。石段は現在はね、コンクリートでしっかり固められていますので、登りにくいことはないです。年配の方もゆっくり登られていましたね。右手に見えてきたのは、信長公、菩提寺、創建寺の鐘楼ですね。ご自重にお継ぎくださいと書かれていましたんでね。まあ、せっかくなのでね、雪村チャンネルがね、多くの方にお役に立てますようにと願いまして。いやー、安土山にね、心地よい鐘の音がね、こだましましたね。さて、大手道に戻りまして、さらに上を目指します。ここで一旦左に大きく曲がる作りになっていますね。これは山の構造を利用しました道をね、曲げる防衛構造でもあります。攻め上る兵のね、速度を落とさせる目的ですね。そしてここまで登ってきた景色がこちら。まあ、ようやくね、半分程度といったところでしょうかね。左に曲がると少しなだらかなね、石段になっております。40メートルほど進むと、今度は右に直角に曲げられ、勾配の急なね、石段が現れます。道幅もね、狭くなっていますね。大人数で攻め込めないような工夫もされています。何やらね、足元にはね、ご覧のような案内板がありました。大手道石段のあちこちに、ご覧のようなね、石仏が残っています。これはまさにね、石材確保のために、石仏やね、墓石までがね、当時使用されたということを示す貴重なものです。信仰を持たないね、仏をもね、恐れない信長だからできたことですよね。
さあ、ここからは本格的な山城攻めになります。石段の間隔や段差違いによってね、かなり登りにくい石段になっています。くねくね曲がるようにね、登ってきた石段がこちら。かなり急なのがわかりますよね。足を踏み外せばあっという間にね、下まで転がり落ちてしまいます。山城攻めは平城と比べるとね、多くの犠牲が伴う戦いになるんですけども、実際に登ってみるとね、リアルに理解ができます。前方からはね、やや鉄砲が飛んできます。そして左右からのね、伏兵槍ですね。そして一段をね、駆け上がってますね。体力も低下しております。まあ崖へ転落してしまったりもするかもしれません。もうとてもじゃないですけどね、なかなかね、生きて天使まで生きるような気がしませんよね。まあそういった気分でね、登ってみてください。ほんと城がね、楽しくなってきますよ。石段はコンクリート補強がされている箇所とそうでない箇所があったりします。この辺りまで来るとね、そこそこ息が上がってきますのでね、気をつけて登るようにしましょう。ここで少し広いね、空間が現れました。そしてテーブルとベンチもありますね。疲れた方はこちらで休憩してゆっくり登りましょう。そしてここからの安土城下町の方面の景色がこちらです。まあ逆光になっちゃってますんでね、少し見にくいですね。そのまま道沿いを進んでいきますと、土戸橋口からの途上道と合流します。そのまままっすぐ進むと創建寺本堂跡となる方面になりますね。看板にはキロと書かれています。ということで右に曲がり天守方面に進みます。60センチほど積まれた石段と階段が見えてきました。当時ここには何かね、建物があったような雰囲気がしますね。ここで右に直角に曲げられて、またも長い石段がね、現れます。実はね、休憩せずにね、登っていますんでね、この時かなり疲れが溜まってました。登りの階段ってほんと疲れるんですよね。ってことでね、石のない脇道を歩いていました。まあこれはね、滑る危険性もありますんでね、真似はしないようにしましょうね。左手には信長の近住でありました森蘭丸邸跡、そして信長の甥にあたる織田信澄邸跡とね、書かれたね、石碑がありました。今ではね、木が生い茂っていて先に進めませんでしたが、この先に屋敷があったのだとされています。さらに石階段を登っていくと、大きな石で積まれた石垣が見えてきました。ここからが安土城の本格的な石垣と言えるでしょう。かなり大きい石でね、石垣がね、積まれていますね。積み方は石をね、加工せずに積み上げていく野面積みですけども、打ち込み剥ぎにも見える箇所もありますんでね、まあ、初期の打ち込み剥ぎでもあると思いますね。ここで左に大きく曲げ、その先にね、大きな黒金門跡があります。その先もマス型小口の形状になっていまして、この門およびね、マス型を突破するには非常にね、困難だと思われますね。その先は少し広めの空間があり、左手に怪しい石段が見えています。ちょっとね、そっちへ行ってみましょう。少々歩きにくい道を進んでいきますと、織田信雄公四代供養塔があります。信長の次男としてね、生まれまして、信長死後もね、戦国時代を生き抜き、江戸時代には奈良県のね、宇田松山藩主とまでね、なった武将です。先ほど登ってきた黒金門方面が前方ですね。それでは西方面、二の丸の方へ進んでみたいと思います。矢倉台石垣のようなね、石垣が見えてきました。ここは二の門跡とのことですね。こちらにも立派な矢倉門があったのだと思われます。その先に石垣の一部の石がね、見えてきました。案内板には仏の足の石と書いて仏足石と書かれています。二の丸石垣を作る際にお寺にあった仏様のね、石を使ったのでしょうね。その左手にある階段先が二の丸となります。この階段を上がった先に三の門があったとのことです。左手階段上が二の丸、そしてこの空間は二の丸東だまりとね、呼ばれる空間になります。二の丸に向かってみます。この階段を登った先が二の丸で、まあ、現在はね、こんな感じとなっています。現在この地にはね、信長公の本廟がありますね。二の丸東だまりまで戻ってきまして、本丸へ向かってみます。左側の石垣が天守台石垣となります。400年もの間崩れることなくね、当時のまま残る貴重な天守石垣です。そしてこの空間がね、本丸跡になります。当時はここは千畳敷と呼ばれていまして、天皇の住まいである清涼殿に似たね、作りの本丸御殿があったとのことです。
足元には五殿基礎柱を支えた礎石が点在しているのがわかります。全部でね119個もあるということで、その規模が想像できますね。本丸南東側には三の丸へつながる本丸南小口があったのですけどもね、残念ながら先に進めませんでした。この石垣向こう側が三の丸となります。まあ、ご覧のように本丸の西側を二の丸、東側を三の丸で囲む構造だったということですね。続いてこちらはね、絡めて道に向かう本丸東小口ですけどもね、こちらも進められないようになっていました。ではいよいよ天守台に向かいます。左に折れる石段を登っていくとちょっとした空間がありましてね、その先に最後の石段が現れます。天守閣跡の石碑がありまして、数段登ると安土城天守が立っていた天守台に到着です。天守を支えた111個のね礎石は圧巻ですね。当時の天守台石垣はね、今よりも数メートルね高かったということで、この内側部分はね地下1階だったということですね。そしてここに56階のね天守がそびえていました。天守台北方面の景色です。のどかな田園風景の先にはね、わずかに琵琶湖が見えています。ただね、先ほどの説明通り、当時はね琵琶湖に囲まれていたので、前方の平地は全てがね湖だったと思うとね、また違った景色を信長は見ていたということですね。こちらは天守台から本丸方面を望んだ映像です。当時ではね画期的だった山城にね総石垣で築いた天守閣、防衛面はね当然ながらね権力を見せつけるための政治利用をね前提に作られた城とも言えますね。さて、キロと書かれたね看板まで降りてきました。これからはね土戸橋口方面へ向かってみます。しばらく進むと門があったような石垣が見えてきました。まあ門があったとすればね、それなりに大きい門だったと思いますね。そしてその先の階段を上がると三重の塔が見えてきましたね。その右側の石垣上が宗建寺本堂跡となります。そして少し下がったところに重要文化財の三重の塔が立っています。1454年建立とのことでね、非常に貴重な塔ですね。その先は下りの階段が続きます。石が崩れてる部分もありますんでね、ゆっくり降りていきましょう。前方に見えてきたのが、こちらもね重要文化財となります仁王門です。門の左右には木で作られています金剛力士像がねありますね。1467年に黄河で作られたものを信長がこちらにね移したということです。さて、安土城に来られたらこちらもね寄っておいた方が良いところを紹介します。安土城から車で5分、歩きなら20分程度の場所に信長の館があります。周囲にはグランドや体育館などスポーツ施設も併設しています。何やらグレーのね八角形の建物が現れてきましたね。ここが有名な安土城実寸天守がある信長の館です。まずは信長、秀吉、福島正則の甲冑がお出迎えしてくれます。そして安土城5階6階部分のね実寸天守がこちらです。全体模型もありますんでね、比べると分かりやすいですね。それではしばしね、絢爛豪華な装飾をご覧ください。さて、いかがでしたでしょうか。安土城のね、魅力はこれ以外にもたくさんあります。次はぜひ皆さんの目と肌で安土城を楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。また別のお城でお会いしましょう。雪村でした。